バイタミックスは2007年3月29日にプレイステーション2用に D3 パブリッシャーから発売された恋愛アドベンチャーゲーム。開発はヒューネックス。原画は前田広隆。シナリオはストーリーワークス大阪久子、人子、小松千鶴子。乙女ゲームでは珍しくキャラクターデザインが男性である。2008年3月27日に新規イベントが追加された。 任天堂 d s DS 版、バイタミックスエボリューションが発売。本来の攻略対象である生徒6人に加え、教師6人の攻略も可能となった。2008年10月30日にミニゲーム集、バイタミニーが発売され、2009年3月26日には、主人公と攻略対象が一新された、続編、バイタミンズが発売された。2010年9月9日には、 プレイステーションポータブルへの追加要素を含む移植版であるバイタミンクスエボリューションプラスが発売された。2011年2月24日にファンディスクとなる PSP 用のソフトビタミン X ストスが発売された。また2012年8月20日に PS2 版をベースにしたスマートフォン向けアプリをリリースした。また2013年12月12日に エボリューションプラスの任天堂 d 3DS 版が発売。主人公、南優里は私立聖定学園の教師。赴任して2年、中等部から高等部グラマー担当に昇格した。校長や学年主任から不自然な歓迎を受ける有利だったが、それには理由があった。聖定学園は幼稚舎から大学までエスカレーター式であり、ミッション系のブルジョアこうながら優秀な、 進学校としても有名な学校。そのため、高い学力レベルについていけなくなる生徒も存在し、ユーリが担任となるのはいわゆる、落ちこぼれを集めたスリーネにいい組、別名、クラスックスだった。そのクラスで落ちこぼれたちを仕切るのは、全員美形だが弔問大事にして、弔馬家揃いの6人組、B6。ユーリは、そんな彼らに、勉強の意味を教え、 大学に進学させようと奮闘することとなる。声はゲームオディの担当声優。演は舞台の担当俳優。バイタミンクスアディクションのタイトルで2011年に全3巻で発売された。2013年12月27日、2014年1月10日17日に東京 MX にてテレビ放映されているが、 放送時間の都合により一部シーンがカットされている。劇団バイタミンクスレジェンド・オブ・ビタミンのタイトルで2010年9月26日から10月4日にかけて全身座劇場にて全13回公演。ありがとうございます。